チャオ、あっちゃんです。今日はね、6月の12日の土曜日、あんまりお腹減ってないからね、みんなね。だからジャンクで食べます。さっきね、ゆで卵1個食べたのよ、みんなで。だからね、ちょっと今日はジャンクでゆるっといきます。鶏ハム朝から作ってん、ちょっとこれ失敗してん。ポン酢鶏ハムと塩鶏ハムやけど、ポン酢の方がね、ポン酢につけたまんま、あの、茹でたら、茹でる時間の熱入れたらパサつきで出たの。だからこれはポン酢はね、一回つけて1日2日ポン酢につけといて、染みるだけ染みさせてから、ポン酢を捨ててやった方がいいかもわかんない。これまた今度、改良の余地ありです。こっちは塩の方はね、もう、すっごいパサつきなしでね、しっとりしてすごい美味しいの。あとね、新鮮なきゅうりとキャベツを切ってきて、これでみんなでね、ゆるっと食べながら土曜日を過ごしましょう。ではいただきます。マヨだ、マヨ。あれ、箸一本かな。ではいただきます。しっとりもっちり、髪の毛食べちゃった。塩鶏はもうね、しっとりして美味しいね。ちょっと塩強めね。鶏はもちょっとだけマヨつけてみた。美味しいね。ゆるっと過ごそうかなと思ってね。ゲームしようかなと思ってね。今日土曜日やしね。でもまだ朝からちょっといろんな動画撮っとって、ゲームもしてないね。ゆるゆる生活。そうそう、キャベツマヨは美味しいね。まあ、ゆるっとこうやってね、いただく。キャベツにちょっと塩かけてみよう。塩は黒いものです。
京キャベツも美味しいけどね。生キャベツもしかも食べてくれんねん。なんかご飯食べるの重いなーっていうか、鶏ハム作ったら食べる。まあおかずで作ってんけど、まあいっか。美味しいね。こんな感じでね、ジャンキーに、まあジャンクではないけどね、うん、鶏ハムとキャベツときゅうりで、まあゆで卵さっき食べてんけど、ゆで卵もう一個食べる？いらん？いらんのかい。じゃあ、まあこんな感じでカルッと食べます、はい、で、ね、今日はね本当にゆるっと過ごそう思ってんだけどね、なんとまた何か、おやつとかつついたりとかいろいろね、なんか食べましょう、はい。ということで、まあ昼からもねちょっと動画しながら、ちょっと目を休めてね、で目が元気になったらねまたゲームでもしようかな。ゲームしたらまた目が疲れて夜ライブできへんかもわからんだけど、なんかね画面がすごく切り替わるのがね、こう上下に動くのがすごいよってね、ゲームなんかスクロールするゲームがすごいね目が疲れるのね、なるほどね、多分目の筋肉が弱ってきてるんだろうね。ブルーベリー、オーダメイさんのブルーベリーでも買ってこようかな。ブルーベリーソフトでも食べに行ってこうかな、道の駅ね。行くんやって、平日、今日見た土日はね観光客が多いから、もうね、人が多いところにあんま行きたくないんでね。だから土日はゆるっと過ごします、はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、お昼ご飯じゃないな、お昼ご飯みたいなもの、鶏ハム、ポン酢鶏ハムと塩、岩塩鶏ハム、岩塩鶏ハムはもう間違いなく美味しかったんやけど、ポン酢鶏ハムがね味はいいんやね、ほんのりそんな濃くじゃなくうっすらねいい感じにポン酢は入ってたんやけど、ポン酢の中につけてねそのまんま湯煎して作ったから、ちょっとね、そのポン酢の中にうまみが全部逃げちゃったんかもわからへんね。だからあのポン酢自体を使うと鶏のうまみついた美味しいポン酢になってるかもわからへん。味は薄くなってるけどね。だからあれをね、また調味料に使うっていうのはありやとは思うねんけど、鶏自体のね、もうしっとり感が全部逃げちゃってね、ちょっとパサつきが出た。パサつき出た分ちょっとなんやろ、鶏ハムのしっとり感じゃなくね、普通のロースハムとかみたいなちょっとパサつきのあるみたいな感じになってる。悪くはないねんけどね、ちょっと失敗かな、改良の余地ありかな。鶏ハムとして見たら失敗か、失敗とかって改良の余地ありかなと思うんでね。今度、ポン酢の中にしっかりつけて、今度はね、砂糖で一回浸透圧上げて、さらに塩で浸透圧上げて、で、それをポン酢につけて、ポン酢から取り出して、湯煎してみようかな。そうするとね、かなりね、美味しい鶏ハムができそうな予感がします。はい。ということでね、またその辺改良していきたいと思います。はい。ということで、今日のあっちゃんの、お昼は鶏ハムと野菜でした。ごちそうさまでした。美味しかったです。またこの後ね、ゆるっとおやつ食べながらね、過ごしたいと思います。またね、バイバイ。